マグのウラネスとアヤネアサです。こんにちは、イエーイ、お願いします。二人動画の声量じゃないですか。確かに結構20人ぐらいいる時の声量。というわけで今回初コラボです。イエーイ。何歳ですか？19です。若いよね。だってアサミより若いじゃん。うん、え、アサミちゃんなんでしょ？21。あ、じゃあ2個上だでしょ、うん、で、うち25の代。ああ、じゃあ。姉さん、ちょっと姉さん。いや、でも大人っぽすぎるからさ。いやいやいや、そんなことないですよ。19には見えない。嘘。うん。若いもの。これ。あたちも若いの。吸い取っちゃうから、エネルギー。これ。怖怖怖。急に怖い。というわけで、はい、今日は2人で鍋していきたいと思います。ねえ、お腹すいたー。今、準備中。もつ鍋ね。動いてんのか、ね、大丈夫なんか心配なんだけど、うん、いよいよ、うん、もうちょい元気出しこう、うん、頑張って。で今日はなんかもう普通に喋りたい、うん、普通にね、普通にだってお互いのこと何も知らないですよね。そうだよ、だから、うん、あの撮影前にちょっと喋んなかった。分かってますね。ねねねね、赤組白組だったから、ね、そう運動会ちょうど赤と白、白まあ白、まあ、ほぼ白白でもすごい最後号泣してたじゃん。そうそうそう、えもう本当に泣いちゃって、もう自分でもびっくりするぐらい泣いちゃったんですよ。あれは嬉し泣きっていうか、もうあ終わったっていう泣きでしょ。まあなんかなんだろう、10月の1ヶ月間私毎日投稿してて、うん、もうでなんか自分では気づかなかったけど多分結構キツキツで、でも本当に毎日超バッタバタで超今までよ、ね、今までにないぐらい忙しくて、初めて YouTube で努力したっていうか、なんか苦しい思いもたくさんした月だって、優勝した嬉しい、10月が終わった達成感やっと終わったそうので、もう全部ブワーって泣いちゃっていやでもそれ、うん、もうそれ見るだけで、あこれ本当にしんどかったんだなって思って、それ見て泣いたよ。だからそれでなんかみんな声かけてくれるじゃないですか、よく頑張ったねみたいな、もうそれでも声かけられるためにどんどん出ちゃうから、優しさに泣く。そうそうそう、いやだからもう運動おままですね。びっくりしたよ、誰が入ってきたなんかさ、うちいつも一人とかこの家で撮るとき毎回いるんだよ、だからなんかずっといると思われてんだよ。違いますよ、たまたま来てるだけですから。たまたまが重なってた感じですね。そう、たまたまがたまたまになってるだけ。濃い1ヶ月だったし、濃い運動会で超楽しかったですね。なんか今年一の思い出。うん、本当に結構来てる、ね、くない？普段料理とかするんですか？いやでも最近全然。あ、待って、私言いたいのがあって。何何？あの私、うん、あのクレマグさんを結構昔から見てて、それこそ、うん、あの妹の影響で。ああ、妹ちゃんがうちらのイベント来てた。そう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 。でも本当にずっとしょっちゅう見てるから、うん、あの気になって、うん、私あの動画好きなんですよね。あのウランちゃんがあのエアちゃんを起こしてめっちゃ大量の朝ごはんを。作ってめっちゃ前のうちんちでやってたそうめっちゃ前のもうそれが本当に美味しそうすぎて私いつも夜中に見ててめっちゃお腹空いてたんですよ、学生時代。はいはい、チャーハンと餃子とラーメン、そうそう、あのしかもなんかちょっとあの汁がとろとろめのラーメン、そう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 、めっちゃ美味しそうと思ってあれあれどれぐらい前ですか？え、あれはでも3年前。あ、嘘、うん、そう、その動画2、3年前ぐらいめっちゃ好きなんですよね。あれはマジでうまかった。ね、マジで美味しそうでした。マジで、うん。でもあれちなみにエアノーブラ。聞いてない聞いてない。別に聞いてない。違う。それあと気になったかなと思って。あ、ごめんなさい。気になってない。あ、大丈夫、ごめんごめん。別に。意外と言ってきてる。うわ、美味しそう。いいんじゃない？てか匂いめっちゃ良くないですか？あっちゃ！ありがとうございます。というわけで、はい、完成しました。イエーイ、超美味しそう。食べよう。食べましょう。今日はウーバーでこれ撮ったんですけど、3人前です。やっぱそれでも少ないんじゃない、うんうん、食べきれちゃいますよね、多分、うん、ね、全然ペロリンチョだと思う、ね、締めのラーメンもある。待って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 、最高最高最高、うん、でもさ、うちさ、うん、あの先輩面ができなくて、うん、なんか先ずっと下っ端で生きてきた人間だから、うんうんうん、その先輩って言われるとか、うん、なんか苦手で、あ、でも私もそれで言ったら、学生時代からもう後輩がずっと苦手なんですよ、うん、先輩といる方がいいみたいな方が楽で、後輩だからそれこそ先輩面ができなくて、うん、そうだから一緒だ、そうなんか敬語使われてなんか「とわ先輩」とか、そうなんか「ええー、いい」ってなっちゃう、そうなんですよね。だから、うん、あんまりもうためと思って。いや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 無理。だってさ4個
だからそういうことやんなきゃ。あ、そう、何しろ18歳だからね。あ、嘘、あ、したかったし。そうだよ。いただきまーす。いただきまーす。めっちゃ楽しそう。呼吸さんで待って、うん、うん、ね、やばくないですか、あさりね、めっちゃうまい、うま、うわ、米用意しとくぞ、うわ、それやってる、それやってる、でもラーメン、ラーメン、ラーメンはある、そう、うん、うん、うん、うま、でも初でさ、ラーメン食べたのね、うん、うちは今日もつ鍋食べるのラーメン食べたら夜食べれないじゃんって思ったけど、余裕全然、ペロリなんなら足りないだって一口目から締めのこと考えてますもん、ね、そう、ラーメンあるよ自炊する作れなくはないんですよ、うん、実家でもやってたし、一人の量がマジで苦手で、ね、本当に作りすぎて余っちゃうし、カレーとかさ、何日分って思うぐらい作っちゃう、そう、味噌汁とかもカビ刺しちゃって本当にそのレベルで作っちゃうんですよ、うん、だからあの逆にもったいないわと思って、うん、もうあの一人暮らしではしてないです、なんか足りないかな、あ、そう、これもいるかなってやってること全部が足りないかな、足りない、足りないかな、そうで結局めっちゃ多いみたいな、うん、で、あ、じゃあ今日はあの気使って半分にしとこうって言ったら、いや半分残すぐらいだったら入れちゃったね、うちだから YouTuber とご飯行ったりとかもしたことないから、うん、え、だからプライベートって誰と仲いいんですか、なんかあんまりそのプライベートのストーリー見ないから、仲いい人仲いい人え？あれ、あの気まずい話しちゃったあれ、いやガチでいないのよ、うん、だから、うん、行こう、うん、え、マジで行きましょう、うん、ね、クレマグさんって3人でめっちゃ仲いいってイメージが強いんですよ、私の中で。めっちゃ言われる、うん、でもなんか怖いって言われる最初、あー、でも確かに怖い、うん、なんか怖いっていうか、なんか本当に3人のいい意味で3人の世界観があって、あ、3人超仲いい、もう本当に親友みたいなイメージが強いから、うんうん、確かに行きづらいかもです、なんか3人で完結してるって思われがちで、うんうんうん、儀式とかもめっちゃ怖かった、うん、怖かったです、確かに確かに、え、最初あれですよね、イベントですよね、そう、もうイベントローって言ったのに朝会ってそのまま会わなかった、そう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 全然バタバタでみんな、もう今年も終わっちゃうよね、今日は早い、一個気になるのは、うん、ピピどうなのっていう、やだ姉さんちょっと姉さん好き、よくそういう話するじゃん、うん、確かに、でも結構あの私あの YouTube で全部言うんですよ、うん、うん、全部話して、いや本当にあの YouTube が全てなんですよ、私恋愛で失敗が多いんですよ本当に、なんでなんか優しい人が好きなんですけど、うん、みんなに優しいんですよそういう人って、あ、だから優しくて好きになったらみんなに優しいから、自分だけじゃないんだ、ね、そう、だからなんかみんなに 100% 優しくていいんですけど 150% 優しくしてほしいんですよ、特別感があってほしいってことね、そう、本当に恋愛とかマジでなくて、うん、今年のクリスマスはさすがに彼氏と一緒にって過ごす予定だったんですけど、うん、まだ大丈夫、あ、まだね、あと25日は確かにギリ大丈夫、うん、ラーメン持ってきた、うわ最高、ね、マジで早くない、うん、案件です案件です、案件です、初コラボで案件ですどっちの案件鍋用ラーメン最高、てか私グランちゃんのあれ朝ごはん食べたいですね、マジご飯は全然作るよ、すごくない、早すぎた、ごめんなさい、恋愛相談したいんですけど、いいよ、できたの、そんなに経験はないけどうちはどっちかって友達系がいい、私それ言ったら家族系がいいんですよ、喋んなくてもいいし喋りたい時に喋り、そういう関係を望んでて、うん、でも多分本当にふとした時に来ると思う、気づいたら隣にいると思う、もういるかもよ、え、嘘と誰、え、でもクリエイターがいい、一般がいい、同じ同業者じゃない方がいい、できればサラリーマンとか、おー、一般、あの、それは本当にもうかすかな希望で、普通にスーツの、はいはいはい、見てみたいみたいな、そうそう、だしなんか違う仕事の方が逆にそう気にしないし楽かなって思うんですけど、やっぱ出会いも全くないし、うん、関わることもないし、しかも多分私の年齢聞いたら学生なんですよ、多分今の私が学生と付き合うのってちょっと多分難しいじゃないですか、まあ考え方も持ってないけど、焼きそばこれ
汁どんどんなくなっちゃってるんですけど。焼きそばじゃないこれ。ほんと汁ない麺めっちゃ好きなんですよね。あ、そうなの、うん、でもほぼ焼きそばになる。そう、ほんで出会いの麺とか、うん、仕事が分かち合えるとか、そのスケジュール的にも生活リズム的にも、はいはいはい、合うのはやっぱクリエイターかなって思うんですけど、こっちから行けないじゃないですか、なんか、うん、なんか向こうから来てくれたらとかね、あ、ほんってなる。かわいい。焼きそばできました。うわ、最高。もう名前言う前に汁なさすぎじゃん。つけ麺式。うわ、ガチ美味しそう。うちらさ、動画始まって30分で締めだから。え、確かになんか食べるスピード早くないですか、こちら、うん、私今日本当に何も食べてなくて、朝から。うん、美味しいですか。うん、うん、うん、お泊り会したい。え、わかる。マジ、あやちゃんとか、うん、呼んでさ、めっちゃしたい。やろうよ。だな、うん、うん、帰っちゃう。そこ。え、一番好きな食べ物は 何ですか。ラーメン。三色ラーメンでもいける。え、何ならいける。あ、でも寿司かも。あ、じゃあ、はいはいはい、はいはいはい、じゃあ1ヶ月一食品しか食べれないってなったら何にします。海鮮丼。海鮮。いや、待って、1ヶ月か。1ヶ月ですよ。納豆ご飯。まあ無難にね、確かに。なんかもうちょっとあの変わったものをあの来てえーっていう反応をしようと思ってたんですけど、納豆ご飯。あー、何じゃ。確かに私キムチ鍋かもです。あー、あ、1ヶ月はやばいね。企画にしてみたら。やだ。キムチ鍋1ヶ月絶対やだ。サムネ1ヶ月分のキムチ鍋。毎回顔だけ違う。なんかお腹いっぱい。一気に食ったからね。うん、急に。スタイルいいよ。いいでしょ。いや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 、パンツ見えてるし。やだ、丸見え。びっくり。こういうの履くときはもうちょっと上げて履いてくださいもん。ね、姉さん結構バラなボクサー。姉さん結構ガラなボクサー。今日ちょっと結構ガラなボクサー。あの新聞の企画で買ったやつ履いてるの。いかがだったでしょうか。どうか。いやーん、だって SNS の絡みもないもんね。絡みがないから珍しいかも。ね、また遊びましょう、うん、ね、いつでもうち来ていいし。というわけで、はい、本日は2人で鍋パしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひとわちゃんのチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。とわちゃん、コラボありがとう。今度はお泊まり会しようね。ちゃんと